私は本当に小さい頃から両親と一緒にミュージカル見に行くのがすごく好きだったので、もちろんミス・サイゴンも何度も見ていましたし、東京にも見るために、地元大阪なんですけど遊びに来たりしていたこともあって、偶然ヘリが止まって筧さんが15分フリートークしてくださった回を見てたりもしてすごく何度も見ていて思い入れの深い作品ではありますが、やっぱりキムっていう役はすごく大きい役ですし、すごく大変な役なので、自分にはまあ務まらないというか、そのちょっと遠い存在の役だったんですけど、今私今年今28歳でもしチャレンジできるならもうそろそろ最後なんじゃないかって思ったので、ちょっとダメ元でオーディション受けてみようと思って受けてみたのが去年、一昨年かな。決まった時はびっくりもしましたし、すごく嬉しかったけど、今はどうしようっていう感じです。プレッシャーもありますけど、でも今日皆さんに初めてお会いできた方も多くて、ちょっとワクワクが膨らんできました。私は家族がミス・サイゴンの、海外の音源を CD を持っていて、で、それを小さい頃からずっと聴いていて、で楽曲がとにかく大好きになって、当時ピアノの発表会とか、なんかこう習い事 の、 発表会の時に一人だけ歌を歌ったりとかしていて、それぐらいそのミス・サイゴン の、 楽曲をずっと幼い頃からやっていました。まあ、ちょうど 2,3 年前に一人でニューヨークに旅に行った時に、本場のブロードウェイでエヴァ・ノブルザーダーさんという女優さんが、ミス・サイゴンを演じられているのを生で、感激させていただいて、より演じたいなっていう気持ちが強まってたんですけど、その時にちょうどオーディションの話を、耳にしまして、ぜひやりたいなと思って、受けました。で受かったと聞いた時はそうですね、本当に嬉しかったです。私もデビューした映画の打ち上げの時に実はミス・サイゴンの曲を関係者の前で歌って、そこからスタッフさんが初舞台のお仕事のオファーをくださったりとかして、やっぱりそのすごくご縁がある作品でしたし、とても嬉しかったです。でも私もまだ稽古に入っていないのでちょっと不安な気持ちはいっぱいありますが、今努力していることと言われるとちょっと難しいんですけれども、今からというか本当にここからいろいろ勉強して、稽古に励んでいきたいなと思ってます。はい、ホナオトです、よろしくお願いします。僕は2008年の時にですね、アンサンブルとしてこのミス・サイゴンに出演させていただいて、当時19歳だったんですけれども、その公演期間中に20歳を迎え、本当にさまざまなことを勉強させていただいた、このミス・サイゴンという作品にこうして戻ってくることができて、心から嬉しいなと思っております。感謝もしております。とにかくこのクリスという役を、誠実に、繊細に、そして大胆に演じていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。エンジニア役の一人を務めさせていただきます東山芳久です。そうですね、こちらにいる市村さんを、筆頭とする多くのキャストの皆様、そしてスタッフの皆様の熱意と情熱とが、その連続が今の2020年のこの、ミス・サイゴンにつながってるんだって今すごく実感しております。その感謝とこの舞台に携われることの自覚と誇りを持って、初日から千秋楽まで誠心誠意努めていきたいと思います。フランス人の DNA 多めのエンジニアをやらせていただきます伊礼奏です。どうもよろしくお願いいたします。まずこの場に、立たせていただいて、立たせていただけていることを、感謝しております。いや僕がねちょっと今緊張してるんですけど、まさか僕市村さんの隣に座ってこんなに緊張するとはもう昨日寝る前想像もしてなかったです。いや、やはり歴史を作ってきた方なんだなっていうのを改めて、今実感しております。市村さんが作ってきたこの歴史をしっかりと背負いながら、新しいオリジナルエンジニアを作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。すごく難しい質問です。でも私はこの四方に言えることは何も持っていなくて、はい、演出家の皆さんと
演出家の方とあの、ね、どうですか市村さん。役者だから何でもやります。はい、本当にそうですし、あの4人は本当にすごく今こうして見ててもキムっぽいなって、ね、こんちゃんなんかもうずっとやってますけど、あの思うので、私はミス・サイゴン今回はアメリカ人役で皆さんと一緒に舞台上で共演できるので、それは本当にとっても楽しみにしていますし、はい、まあ、ただそれだけです。よろしくお願いいたします。オーディエンスの皆様の前での歌唱しての感想を改めて教えてください。早く稽古がしたいです。右に同じ。右に同じ。お稽古頑張ります。あ、激緊張しました。右に同じ。いやでもちょっとなんかあっという間すぎました。でもあの皆さんの歌聞けて楽しかったです。そうですね、あの皆さんの声の圧をあの全身に感じられて、私自身とてもワクワクしたので精一杯頑張りたいと思っています。市村さん、今回あの卒業表明を撤回されましたけども、実際卒業をその表明したって何か心の心境か何かがあったんですか。いえ、あの東方の方がそういうふうな作戦でいこうかというようなことで。僕はあの花から卒業する気はありませんでした。だからあの卒業するっていう芝居するのがとてもなんか心苦しいのと、面白いのと、もう続けられる限りやってくれって今は言われてます。、ね、足腰が立つまで、以上です。続けられるまでっていうのは目標として何歳までとかありますか。120。できるだけ長く、あ、そうですね、息子がクリスやるぐらいまで。以上です。今回は卒業宣言ビジネスしたりはしないですよね。しません。はい、ありがとうございます。はい、高畑さんに伺います。はい、あのまあ、ミュージカル久しぶりというお話、はい、先ほどの挨拶であったと思うんですけれども、はい、あのまあ、ミュージカルから少し離れている間もその歌唱のボイストレーニングっていうのはずっと続けていたもんなのか、まあ、今回決まって改めてそういったトレーニングも再開したのか、ちょっと教えていただけますか。全然やってなかったです。なので決まってあのお尻に火がつきまして、でもあのその7年前以前もなんか多分ちゃんとしたトレーニングってしたことなかったので、今回キムはそんなんじゃ絶対できないと思って、今必死で皆さんに追いつけるように頑張っております。はい、まあ、今お尻に火がついた状態での手応えというのはいかがでしょう。ついてます。今燃えてます。頑張り、あのお稽古がすごく楽しみです。役になった時にそれぞれとこうどんな風になっていくんだろうって楽しみにしています。ミス・サイゴン2020年、ミュージカルオリンピックのミュージカル部門ミス・サイゴン、この面々で頑張りますので、どうぞ天劇の方に来てください。それから、旅公演にも行くので、待っててください。待っててください。イエーイ、ミス・サイゴン。